皆さんこんにちは、ライトです。私今ベトナムに旅行に来てですね、メインチャンネルでも上げてるんですけど、今回ですねそのベトナムのショッピングセンターで見つけたこちら、見えるかな、このファッションのお店なんだけど、これはザラの姉妹店らしいんですよ。でヨーロッパではかなり人気あるんだけど、日本では多分ね調べた時だと未上陸、まだ日本では店舗がない。でザラよりもなんかね若者向けって感じですね。そのなんかやっぱねザラともね雰囲気が全然違うんですよね。カジュアルな感じがね伝わるかなと思うんですけど、今回はねここで気に入ったものがあったら日本にはないということなんで、いろいろ買ってでまた紹介したいと思います。それでは早速お買い物していきたいと思います。はい、ということで戻ってまいりました。はい、こちら、これをね日本で開封したいと思います。それでは買ったものを紹介します。まず1枚目こちらです。じゃじゃん、 NASA T シャツ。やっぱこの色使いが可愛いなと思って、青と赤のライン、これがね約2500円ぐらいです。だからねそんなにベトナムねファストファッション系行ったら日本と値段変わりないですね。ベトナムだから安いとかそんなに感じなかった。その屋台とかだと日本よりも全然物価安いと思うんだけど、一般的なファーストフード店とかマックとかだったらそんな大差ないっていうのを感じました。着てみましょう。ナッサ、あでもあともう一枚あるんです。 T シャツがね、これ日本語 T シャツ、はい、読めるかな。近いうちにチカチカ、ちょっとおかしな日本語 T シャツ、可愛かったと思いました。 Near Future、 近い将来。よし、 T シャツもね可愛らしいのが結構いました。はい、こんな感じです。近いうちにチカチカじゃあ NASA も着てみますか。はい、 NASA、 あ、可愛い、この色使い俺めちゃめちゃ好き。可愛くね、これ。この色作り可愛いよね。うわ、もっと枚数買ってきた。そしてこちらです。ダダン、はい、これもめちゃめちゃかっこいい。 L サイズ、だいたい5000円のポイントはこの腕のところにねタイガーで、裏がかっこいいですよ。こういう感じで、ほら、これかっこよくない？なんか進撃の巨人みたいで、ここのワンポイントもすごい好きですね。後ろがかっこいい、お気に入りです。やっぱりいいな、日本に欲しい。はい、こちらガラシャツ。まあ言うのがちょっとベトナムっぽいよね。いかがでしょうか。いい、早くオルタナチャンネルで着たいですね。好きだわ俺こういう服、好きだわ。傾向がはっきり分かる自分のこういう服俺好きだろうなっていう服を自分がよく分かる。いかがでしたでしょうか。日本未上陸、ね、日本に上陸したときはチェックしてみてください。ということでぜひ楽しんでくれたら目指せ2000いいね、グッドボタン、そしてチャンネル登録の方お願いします。また、副紹介やりたいと思います。まあ、海外とか俺行ったときにもなんかそういう日本未上陸のファストファッションブランドとか、その地域だけのファストファッションブランドとかね購入したら紹介したいと思います。前俺韓国行った時にトップ10、韓国のトップ10っていうファーストファッションで人気なところの服買ったんだけど、それ紹介するの忘れちゃったね。だからね次は必ずやります。ということでまたね、バイバイ。